どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶です。今回もですね、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウ実況やっていきましょう。パート70何本とかだと思います。はい、ということで前回までで、関東地方のね、今私がいるここ関東地方の、いわゆる伝説のポケモンである、サンダー、そしてファイヤー、まあ、順番的にはファイヤー、サンダーの順で、捕まえることができました。で、ちょっと今回からは、最後のね、幻のポケモンを捕まえて、その後にポケモンリーグに挑戦していこうかなと思います。はい、ということで今回もよろしくお願いします。で、タウンマップ見ていきましょうか。今グレンタウンにいますね。最後の、幻のポケモン、グレンタウンを東にバーッと進んだ場所にある双子島、こちらにいるはずなので、ここ双子島に向かっていきたいと思います。ということで、やっていきましょう。ほな、行くよ、サンドパンちゃん。さあさあ、結構なんだかんだで、あれですね、ポケットモンスターもいよいよ大詰めということで、楽しんでいきましょう。グレンタウンを東にっていうことなので、こっち側見てないよね、全然。多分グレンタウンもここまでは来たから、ここまでは。こっから先、20番水道のね、海には出てないはずです。この先へ進んでいきましょう。ちなみに今1番目のポケモンは不思議バナと。まあ不思議バナでいくか。このまま行きましょうか。例によってトレーナーがいたらトレーナーと戦ってってやっていこうかなと思うんですが、お、初手で。最近流行ってること？そうだな。ポケモンの交換かなということで、エリートトレーナーとの戦いですね。お金いっぱいとハイパーボールくれるお兄ちゃん。さあ、エリートトレーナーのショーが勝負を仕掛けてきたと。ショーだけに。はいはい。はい、ということでやっていきましょう。お相手、アローラの、アローラじゃない、いや、関東のゴローニャですね。てか、アローラじゃないゴローニャですね。まあ、ここは特に何でもいいと思うので、花びらの前で、散らせていきましょうか。よしよし、とりあえずゴローニャは倒して、次ですね。次は問題、誰が来るんだ。てか水上でゴローニャ出すな。カイロスか。虫タイプのポケモンですね。カイロスですか。ちょっとどうしようか迷うとこですが、まあ一番レベルの高いサンドパンチなんで戦っていこうか。じゃあ普通に氷技で倒せるんじゃないかな。効果抜群とかは取れないはずですが、よいしょ。まあ、レッドパンチは火力で無理やり押していくって感じでしょうかね。耐える。そしてバカ力、これ逆に相手が効果抜群だ。こっちに対して、おお、半分近く削られる。これはまずい。ただとどめのレッドパンチでおしまいにしていこう。よし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 、いいよ。ちょっと思わぬ伏兵って感じだったな。勝負じゃなくて交換だって言ったろということで言ってたね。もらったばっかだったのかな。まあ、交換したからゴローンかゴローニャに進化してたんだろうな、僕と違って。さあ、そして大人のお姉さんもいらっしゃると。西にあるグレン島はポケモン研究の島。あそこでパパも働いてる。あ、そうなんだ。へえ、あそこ住みなんだね。いい島でしたよね。大人のお姉さんの恵みが勝負を仕掛けてきたということで、そんな年の人いたっけ。研究員何歳ぐらいだろうな、この人のお父さんっていうと。60付近とかなのかな、どうだろうね。もうちょっと若いか。50何本かな、わかんないや。アズマオ。水タイプのポケモンですので、花びらの前で畳みかけていきますと。よいしょ。よいしょ、よし、とりあえず突破。さあ、次はルーズラか、氷エスパーですね。リザードに行こうか。じゃあ、そう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 、ここは火炎放射でいいでしょう。よしよしよし、さすがにここ抜群なので一発で倒せましたね。さあ、リザードももうちょっとでレベル上がりそう。待ってよ、もうということで。待ったないよー。先行っちゃうよー。めっちゃコイキングがいるなー。おーおーおお、とつってこないで。よいしょ。アイテムがありますね。ゴールドスプレー。うん、悪くない。
下に今、もう一人大人のお姉さんおったよね、今。こんちゃ。彼に大きな真珠もらった、お、やっとじゃん。大きな真珠。ちょっと値段を言うのはやめとこう。野暮やからな。リリカさん。はい。一体しか持ってないね。パルシェム。おー、なるほどね。パルシェム水氷とかだったっけ？あれ水タンだったかな？ちょっとふんわりしてるやつ、僕は。まあ、ここでわかるか。この花見らの舞がコカバつくんだったら水タン。水だけ。あ、水だけだ。氷だったら、あれですね。5倍になるので効果抜群だにならないんですよね。さあ、そしてリザードンレベルアップ。いやー、真珠色なのにってことで、あー、パルシェに真珠持たせてたんだ。そういうことね。なるほど、持って大事にしてあげてください。せっかくプレゼントでもらったんですから。この島に一人いるのと、ボール、はいはい、こんちゃ。あ、上にもいるね。グレン島から泳いできたけどきついわ。その姿で泳いできたの、そりゃきついわ。やっぱ水着とかじゃないとさすがに。ピクニックガールのクズコ。はい、サンダースですね。さあ、こっちは安定の不思議バナー。バナーでいきますよ、バナーで。ねえ、メガドレインでいっかな。花びらの舞をちょっと惜しみ始めた。さあ、二度蹴り。まあ、メガドリーン上げに行こうか。いいよ。しっかり回復して。お、もうちょっとで不思議花のレベル上がりそうだね。がっかりということで、右側の島も気になるし、そこの海パンボーイも、海パンボーイじゃないかな、海パン小僧も気になるね。一旦海パン小僧から行こうか。こんにちは。ミオー、鍛え上げたこの体ということで、戦っていこうか。しれっとちゃんとこう、なんだ、水の下にさ、海パンの足とか見えてんの、すごいね。ちょっとリアル目でいいね。海パン野郎の列次が勝負を仕掛けてきた。さあ、3体。初手はスターミー。さあ、ここは火力で押していくしかないでしょう。花びらの前。よいしょ、いいよ、火力で押していけ。さあ、不思議魔のレベルアップ56レベルかな。はい、ということで、ドッグクラゲ、これはこのままいっちゃいましょうか。さあ、耐えて毒好き、これ効果抜群ですね。こっちに痛いよ。あ、抜群じゃないのか、毒持ってるから。で、花びらの舞で倒せて、ここで交代かな。混乱しちゃうと思ってるし、まあ、うん、そうやね。そう、混乱しちゃったので、おお、稲妻ちゃんもレベルアップ、キングラー。なるほどね。まあ、稲妻ちゃんいきましょうか。結構不思議バナちゃんにだいぶ活躍していただいてたので、そろそろピカチュウのね、稲妻ちゃんの活躍の場も設けていきましょう。さあさあさあ、美味しそうなカニさんが出てまいりまして、バチバチアクセルで、まあ多分とどめじゃないかな。さすがにそうだよね。いいよ、稲妻ちゃん、ナイス。ふにゃふにゃだと。心なしか稲妻ちゃんのお尻もフリフリしとったな。ほら、このさ、海パン小僧のさ、足元見えるじゃん。これすごいよね。結構リアリティがちょっとあっていいなって思った。丸。鳥ポケモンに捕まってここまで来てよ。あ、いいじゃんいいじゃん。これはいい、ありだね。さっきのさ、エリートトレーナーとかさ、キャンプなる、ピクニックガールみたいに泳いでくるのはちょっと違うと思うよ。取り使いの友彦が消防仕掛けてきた。3匹鬼ドリル。さあ、ポケポケ言ってますが、これ不思議花相当相性悪いですね。さすがにここは引きましょうか。
鬼ドリルってことなんで、まあ、特に相性がいいわけでもないカメックスでも出していきましょうか。でもカメックス別に保存しといていいな、まだちょっと鬼ドリルだけ使うか、鬼ドリルにだけ使おうか。ここは地震はダメだ。まあ熱湯かな。さあドリルくちばしよけて熱湯をかけていく。お、いい火力出てるよ。これぐらいの体力だったら多分牛の波動で終わるの。ドリルくちばし次は受ける。まああんま思ったより入らない。これは倒せるはず。よし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 、いいよ。さあ、ドードリオ、飛べない鳥ポケモンできたか。どうしようかな。ベトベトン出しますか。ベトベトンでいこう、ベトベトンで。多分、ドードリオは攻撃力そこそこあると思うんで、イカサマでいこうかな。さて。そうやね、イカサマでいきます。ドリルくちばし意外に痛いんだよな。おお、かなり強い。急所か。運も味方をしてベトベトも勝ちましたね。ピジョット、まあ、これもこのまま戦っていきましょうか。でどうせ相手に先制取られるのでこっちはイカサマ連打していきましょう。エアスラッシュあんま食らわない。あー、イカサマもあんまりでしたね。どうしようかな。ヘドロ爆弾いこうか。さあ、ヤスラーゲイン。こっちはヘドロ爆弾。おー、いいとこまで、いいとこまでいった。じゃあ、ラストは噛み砕いて終わりかな。ヤスラッシュ。この歯で、このベトベトン君の歯で噛まれてもあんま痛くなさそうだけどね。噛み砕くって言っても噛み砕けんやろ、噛み切れんやろ。あ、困ったな。あれか、トリポケモン倒れて帰れなくなっちゃった。あ、やっぱそういうことだね。まあ、ちょっと休ませてから戻ってあげてくださいよ。さあ、ハイパーボール3個手に入れて、じゃまた海に出ましょう。今のこれどこだ。あ、そっちか。ボーイキング、まあいいや、こんにちは。波間にぷかぷか浮かぶ私は大魚ということで。どうした？ボイキングか土佐キントにでもなった？大人のお姉さんの夏美が消防仕掛けてきたヤドランでした。さあ、こっちは不思議番な。まあじゃあ花ビーラーの前で倒していきましょうかね。よいしょ、いいよ、一発。一発で倒すね、やっぱ気持ちくていいな。すっきりするよね。ウーマンボー、なんか、割とのほほんとしてて、結構いいかもしれない。好きかもしれない。ちょっと右からトイキングがやってきたけど、ここまでかな。で、よいしょ、アイテムがあって、ハートの6個。もう一人いる。キャンプ、違う、ピクニックガールだ。金をリゾートに来てる。え、リゾート、双子島目指してきたんだけど。ピクニックガールの水木が勝負を仕掛けてきた。お、ポケモン3匹ガラガラ。なるほどね。ここあれだね、メガドレインで効果抜群取って一発で倒しつつ自分の HP を全回復するっていう、もう全て美味しいとこ取りをしちゃおうかな。どうよ、ういーす、いいんじゃない、想定通りだよ。プクリン、プクリンはね、ベトベトンなんだよね。めっちゃ HP 低いな。でもだいぶ不安だな、ベトベトンくん大丈夫かな。いや、一発で倒してくれると思うよ。ヘドロ爆弾効果抜群だから。
いいじゃん、期待に応えてくれるね。さすがだな、やっぱベトベト君いいよ。さあレベルアップ53レベル、いいね。臭い花と、まあ、ここはリザードンだね。リザードンに行こうよ。さあ臭い花、回復したらいいかな。うん、いいね、無事倒せまして、手加減なしねということで無事勝利です。手加減するわけがない、したら負けちゃうよ。双子島来ましたよ。ほな入っていきましょうか。